違うんですね、まあ、先になってるのに。そう。コードは、なんかあれなんですよ。でも多分、思われてることは僕も同じなんですよ。コードは形をね、最初に覚えて、なんか弾きますよね。昔弾き語りとか、するようなイメージですよね。で多分、それとね、ほとんど同じ感じでいいと思います。それをこう、ね、たまたまこう、なんかこうやって弾いてるとか、だけなんで。今まで持ってる知識を生かしながら、ちょっとずつ、あ、これはこういう風に弾けるのかぐらいの感じでやれたらいいかなと思います。どっちもね、ありだと思います。当然覚えられてもね、僕は逆にあんま覚えきれないのなんて、そういう話だと思うので。まあ、ちょっとずつできますけど。そう。帰って練習しようか。じゃあ、ちょっとそこをもう一回練習してみましょうね。自分の癖がね、やっぱり強いやろうからね。そう。癖を話して聞こえにいたいやそれ生かしてもらえたらいいですよね。ね、やけなかなかねパッと見て弾くのは大変ですけどね。